近藤雄介近藤雄介は東京都江戸川区出身の元プロサッカー選手。ポジションはフォワード及びミッドフィールダー。小学校1年生の時にサッカーを始める。出身の東京都江戸川区に隣接する千葉県市川市内のクラブに所属し、2000年に千葉県のサッカー競合校である奈良市の高校へと進学。本田雄一郎監督のもと、 同校で1年時からレギュラーとしてプレーしていたが、ホンダの転任に合わせて2年時から流行、大柏高校へと転校。この年に FW へとコンバートされ、力強いシュートを武器に活躍。3年時には千葉県選抜の背番号10を背負い、国体優勝を果たした。2003年に高校を卒業。地元の J リーグクラブである柏レイソルなどから勧誘を受けていたが、 先んじてオファーをしていた J1FC 東京へと加入。同年開催の FIFA ワールドユース選手権に臨む U-22 本代表の有力候補の一人であったが、大会直前の負傷により、戦外となった。J サテライトリーグの活躍から、強烈なシュートと突破力を認められていたものの、候補調の波があり、一トップの布陣を採用していたこともあって、 出場機会は限られ、2005年には、レギュラーの FW ・ルーカスに代わって5試合に、先発出場したが、1得点のみと結果を残せなかった。2006年、J2 ・ビッセル神戸駅元付き遺跡。持ち前の強引な攻撃の仕掛けに加えて前線からの守備でも貢献し、主力の一角として活躍。同年末、神戸の J1 昇格がかかる大一番となった。 J1J2 入れ替え戦の第2戦では、チームを J1 昇格へ導く値戦金のアウェイゴールを挙げた。移籍期間を延長し、2007年も神戸でプレー。同年4月には、イビチャオシム監督率いる日本代表候補に選出され練習合宿に参加した。2008年より FC 東京へ復帰。しかし、同年3月に右足指骨折。7月には、 左膝半月板損傷のため手術するなど負傷が重なり別メニュー調整が続いた。シーズン終盤に復帰。2009年開幕戦で豪快なシュートを決め復調をアピールしたが、平山総太郎とのポジション争いに敗れ、同シーズンをもって契約満了となり退団。2010年より J2 コンサドーレ札幌に移籍。2011年より MF にポジションを変え。 攻撃の力強さを発揮。リーグ戦全38試合に出場しクラブの J1 昇格に大きく貢献した。膝と腰の痛みを抱えながらも奮戦を続けていたが、人権被削減の煽りを受け2012年限りで退団。2013年 J2 栃木 SC に完全一席。シーズン序盤は2トップの一角として献身的な走りで、 相手守備陣のスタミナを削ぐ役割を担っていたが、FW サビアの先発定着に伴う、不人再編によって、左 SH へ敗され、激しい上下動で攻守に大きく貢献した。2014年は、不動の左 SH として、変な癖がないので素直に打てるという左足のシュートで、相手ゴールを脅かし、チーム最多にして、最長出場。アシスト、シュート、スルーパス。 タックル数でチーム最多を記録した。同年限りで栃木との契約を満了。2015年 J2 ギラバンツ北九州へ完全移籍。同年7月に J3AC 長野パルセイロへ完全移籍。2016年 J3 第6節長野対 YS 横浜では後半22分から途中出場し、同23分に退場。 ただし実際は投入直後のファーストプレーでレッドカードを提示されており数秒の出場であった。同年7月 SC 相模原へ期限付き移籍。同年末に移籍期間を満了し現役を引退。2017年南区 SC 加入。2017年シーズン終了後に対談が発表された。ありがとうございます。